コンスタンティノス・シミティスはギリシャの政治家。通常はコスタス・シミティスと略されて呼ばれる。全ギリシャ社会主義運動党首として1996年から2004年に掛け首相を務めた。2003年5月31日、コンスタンティン宮殿で夫人とコンサートを楽しむシミティス。コスタス・シミティスはピレウスでアテネ経済ビジネス大学教授のゲオルギオス・シミティスと 妻ファニとの間に生まれた。ドイツのフィリップ大学マールブルクで法学を、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスで経済学をそれぞれ学んだ。ダフネ・アルカディウと結婚し、フィオナとマリーレナの二人の娘を設けた。現在はアテネのコロナ基地区に住んでいる。兄弟のスピロスはドイツで情報プライバシーのジャーナリストとして活動している。ギリシャに帰国した1965年。 シミティスはアレクサンドロス・パパナスタ州政治研究グループの設立者の一人になった。このグループは1967年4月21日の軍事クーデターに民主防衛と解消し反軍事政権を訴えた。アテネの通りの植木に爆弾を仕掛け海外に亡命しアンドレアス・パパンドレウ率いるパンヘレニック解放運動に入党。ドイツの大学で講師に就いた。 1974年にアテネに帰還し、パックの後継政党、全ギリシャ社会主義運動を共同設立。1977年にアテネのパンテオン大学講師になった。1981年の総選挙へは出馬しなかったが、同年成立した PASOK、OK、政権で農業大臣に任命された。1985年の総選挙には立候補し、 当選、経済大臣を務めたが、インフレ抑制や赤字削減などの財政安定化政策は国民に支持されず、1987年に辞任した。1993年には、商工業大臣に就任したが1995年に辞任し、同時に、党の執行部からも抜けた。1996年1月16日、パパンドレウが健康上の理由で首相を辞任。 これを受け東海派の1月18日の緊急選挙で、シミティスはアキス・オチャトゾプロス、ゲラシモス・アルセニス、ヨアニス・チャラランポプロスの3子を抑え首相に当選した。しかし、パパンドレウは6月23日に死ぬまで党首であり続けた。パパンドレウが死ぬと、新党首を選ぶ会合が開かれた。6月30日の第4回会合で、シミティスが党首に選出された。 対抗馬のアキス・ソチャ・トゾプロスは、欧州連合が支援していた。2001年12月7日、当時のウラジミール・プーチンの大統領との記者会見、シミティスは、同年9月22日の総選挙で勝利し、2000年の総選挙でも過労じて勝利した。欧州では広く支持されたが、国内では、いくらかのギリシャ人によりつまらないテクノクラートとみなされ、パパンドレウのようなカリスマ性に欠けていた。 PASOK、OK、人気が調落していた2004年1月7日、シミティスは、直機議会選挙まで耐えられないだろうとして、首相を辞任する考えを表明した。政界を優待することで、世論の風当たりをかわそうという狙いだった。3月10日の任期満了まできっちり務め、首相在職期間は8年間と、ギリシャ史上最長だった。辞任表明の翌日、シミティスは、 次期党首を選出する選挙を2月8日に行うと発表。選挙では、ゲオルギオス・アンドレアス・パパンドレウ外務大臣が無投票で選出された。パパンドレウは国民的人気があったが、3月7日の総選挙で、PASOK、OK、は新民主主義党に敗れ、コスタス・カラマンリス政権が発足した。ありがとうございます。